でも、揺らいでるわけだもんね。フィーリングの合う、アフリカの年下の彼か。長年付き合ってる彼か。結婚したいって。 目標にするんだったら絶対日その今楽しみたいってなったらもう今のその年下の彼、うん、彼ピでも全然いいと思います、うん、でもさそれってさ仕事に専念したいからって言ってんのにさ <laughs>、ね、なんか年下の彼氏できちゃったみたいなのって、うん、もし彼が待ってたら相当かわいそうな話よう、ねうん。